こんにちは、有馬です。今日はお財布の新調についてお話をさせていただきます。今度お財布を私買ったので、それを下ろすには、使い始めですね、いつがいいのかなって調べてて、ちょうどその日が迫ってきてたので、私のお財布の新調と合わせて皆様にもご紹介をしたいと思います。金運を上げたいなと思ってる方、金運に一番関係あるのってやっぱりいろいろあると思うんですけど、お財布ですよね。実際現金をこのお財布の中に入れて使ったりとか、また収入があったらそれを入れてお買い物をしたりとかしますので、このお財布ってすごく大切なんですね。で、私もですね、お財布を先日買ったんですけれども、これですね、実はこの箱の中に入ってるんですけど、これ実は3月ぐらいにもう届いてたんですよ。ネットショップで財布を買って3月ぐらいにはもう届いてました。なのに今もう6月ですよね。なぜまだ下ろしてないかというと、時期を待ってたんです。で、お財布の使い始めにいい日というのがあります。それが1年の中に一番いい日とか次にいい日とかこう分かれているんですけれども、この2020年の中で私は一番いい日にこのお財布の使い始めをね、したかったんですよ。で、それが1回目と2回目と2つあったんですね。で、1回目は1月の22日だったんです。1月はまだお財布が手元に届いてなかったので、使い始めには間に合いませんでした。で、次の6月、これがいつかというと6月の20日なんですよ。6月の20日というのは、この2020年の中で一番財布を使い始めるのにいい日なんですね。で、もちろんお財布を使い始める日だけではなくて、婚礼だったりとか、お引っ越しだったりとか、あと開業日とかね、この日にするといいらしいです。で、私はこの日にお財布を新調することにしました。はい。で、お財布を新調する前に、なんかやった方がいいということがあったので、早速これはね、もう3週間ぐらい前に実はやってたんですよ。それ何かというと、実はですね、ちょっと皆さんに、お財布をお見せしますけれども、私が今度ね買ったお財布っていうのはね、こちらです。まだちょっとここフィルム貼ってるんですけれども、届いてまだ一度も使ってないです、こちらのお財布ね。ゴールドですごい素敵だなと思ってこちらをね買ったんですけれども、で、この中に一番いいのはだいたい2週間ぐらい前からもうお札をね入れといて、これをねしばらくお財布新調するまでに寝かせとくのがいいらしいんですよ。で、私もう早速3週間前にこの中にお札を入れて、箱にまたこうやってしまってね、そして暗いところで寝かせてました。ただ2週間きっちりじゃなくてもいいらしいので、もう今日もしね、お札を入れて、6月の20日に下ろすとしたら、まだあと数日ありますよね。何日か、3日4日ありますので、それでもいいらしいんですよ。で、私はもうこうやってね、お財布の中にちらっとこうお見せしますけど、こういうふうにねお札を入れてるわけですよ、こうやっていくらかはちょっと内緒ですけれども入れてるんですね。で、この金額というのは
いつもこの自分の今から使うお財布の中にこれぐらいあったらいいなっていう額を入れといたらいいらしいんですけど、私は結構ねたくさんお金入ってきてほしいんでパンパンに結構パンパンになるまでね入れてます。はい、でこうやってまた箱にしまうか、何かこう布みたいなのでねこうくるんで暗いところにしまっておくといいらしいんですよね。そうするとお財布の中にそのお札がなじむらしいんですよ。だからできるだけまあたくさんの方がいいとは思います、準備できる方はね。でこうやってまた入れて、しまって、そして、私は6月の20日にねこれを使い始めようかなと思っています。でこのなぜ6月の20日がお財布を下ろすのにいいかというと、実はねこの日は一粒万倍日と天赦日、この2つが重なった日なんですよ。でこれがこの6月の20日なんですけど、その他には1月の22日この2つだけだったんですね。ただもしですよお財布買うの間に合わないしその日は下ろせないっていう方は、まだ他にもたくさん、お財布新調するのにいい 日にちがありますので、そちらも紹介いたします。6月20日は天赦日と一粒万倍日の重なった日って言ったんですけれども、この一粒万倍日と天赦日何かというと、一粒万倍日は一粒のもみが万になる、万倍になるということで、お金が増えるっていうことに例えられて、財布はこの日に使い始めるといいですよと、増えていきますよという意味ですね。で天赦日っていうのは、春夏秋冬で1回ずつあって、天が全ての罪を許しますっていう最上の吉日なんですね。でこういうふうにお財布使い始めもこの日がいいんじゃないかと。そして巳の日、この日に白い蛇にお願い事をすれば、その願いが弁財天様に届けられると言われています。なので、金運財運に恵まれますよと、縁起のいい吉日の一つですね。はい、で虎の日ってよく聞くと思うんですよ、虎の子とかも言いますので。でこれも吉日の中で最も金運に縁がある日なんですね。でお金を呼んでくれる、お金を招いてくれる縁起のいい日とされています。なので2020年の中ではこの6月20日が一番お財布を下ろすのには適してますよっていう理由です。はい、ただですね、この日以外にもいろんな組み合わせがあります。一粒万倍日と巳の日だったり、巳の日と大安だったり、虎の日と、大安だったり、いろいろ組み合わせがありますので、この1番目を逃してもまだこんなにたくさんあります。6月も7月も9月も11月ね、12月までありますので、もし、20日の日にお財布が新調できなかったっていう方もこの2番目でも十分効果あると思いますので、ぜひね、お財布新調しようと思っている方はこの日を参考になさってください。そしてお財布を下ろすのに向いていない日もあります。この日はお財布の使い始めは NG な日というのがこの2日間ですね、6月の19日と7月の26日です。この日は避けてお財布を使い始めてください。私はどうせだったらねこの日が一番いいかなと思って3月にもうお財布来てたんですけど、ずっと待ってました。そしてねもう一つ、この日にち下ろす日だけじゃなくて時間もその1日の間で一番いい時間があるらしいんですよ。その時間帯は午後の15時から19時らしいんですね。だから午後がいいらしいんですね。しかもその3時から、
7時というね、その時間帯のいずれかに使い始めるとすごい金運アップになるらしいんです。で、私今度ね、6月の20日この時間帯にもしかしたら下ろせないかもしれないので、ちょっともしかしたら時間はねずれるかもしれませんけれども、まあ6月20日がやっぱり日としては一番いいので、そしてそのどうしても私のように15時から19時の間にお財布を使い始めることができない方、そういう方はこの時間を避けてそれ以外の時間で使い始めたらいいですよっていうのもあります。避ける時間帯というのは、朝の9時から、1時だから午前中はやめた方がいいですよってことですね。まあ、どうしてもということであれば、8時台までに、使い始めればいいのかもしれません。避けるのが9時から、13時って言ってお昼の1時まで、この期間はお財布の使い始めは NG です。せっかく、この日は一番、お財布を下ろすのにいい日なのに、時間帯が NG の時間帯に下ろすとちょっとね半減してしまうらしいんですね。だから一番もう確実にいいのは、6月の20日、そして時間帯が15時から19時、この時間帯にお財布を使い始めると今年の金運はアップするらしいですね。はい、まあ、私もできるだけその時間帯に使い始めができるんだったらその時間帯にしようかなと思っています。はい、じゃあですね、またこのお財布をね、使い始める時の動画もね、もし撮れたらね撮ってみようと思います。はい、じゃあ今日はですね、お財布の使い始めにいい日はいつかということでご紹介させていただきました。このね、こちらのねお財布を使い始めるのがすごく楽しみです。皆さんも、もし、今日お財布を買いに行って、そして、お金を入れて、そして6月20日に使い始めることができれば、ぜひ、やってみてください。はい、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。